日本食の代表格といえばお寿司。中でもリーズナブルで家族連れやグループで楽しめる回転寿司は近年大きな変化を見せている。利用客が喜ぶ仕掛けやサイドメニューの充実、お寿司を提供する以外でのサービスの多様性が求められる。41年前そんな業界に殴り込みをかけ、数々の斬新なアイデアで今も戦い続けている男がいる。10年ぐらい前からずっと研究して思った味は出とったんです、はい、ただ原価がものすごく高くつく。何としてでもこれをお客さんに提供したいなっていう思いで10年間もだいとったんですけど、はい、フローズっていうのをこう加えますとですね、もう芸術作品やなかなと自分では思いますね。黒酢っていうのはもう一種類ではなくこうブレンドされているものなんですか？はい、最初は一種類の研究で入ったんですけど、はい、やはり価格であるとかそれから味っていうものをこういろいろと考えてみると、やはり一種類ではやはり難しいと。で結局最終的には4種類5種類もやったんですけど3種類に落ち着いたと。こちらが今回の41年ぶりに変わりました。黒酢を使った合わせ酢で、はい、見た目はそんな変わりはないような気がするね。分かりませんね。特に喉元に落ちる時の美味しさがグッと出てくると思う。なんですかね、深い味がしますね。優しくて、はい、なおかつ深い。マグロの美味しさがグッと引き立つはずなんです。41年ぶりの快挙になりました。